中学校でもこれやってますか。これ一中の人から質問があって、これやってない。本当。多分あの副刀だと思うんですけど、副刀がこういった生成問題のやつは多分学校に送ってると思うんでですね、どのタイミングで使うかわからないんですけど、なんかもしあれやったらね、学校の先生になんか他の一中とかでこれしてた友達がしてましたけどみたいな、うち使わないんですかとか言って、はい、言ってみてください。はい、今のタイミングじゃないですかね、使うとしたら。ちょっと待ってね、これひょっとしたらガタンってなりそうな。はい、ではではでは、いきますよ。ですね、ちょっと質問になった問題が面白い問題だったので、皆さんに一緒に解いてもらおうと思いましたね。あの一人の質問じゃなくて、みんな多分同じ、間違いというか悩みをするだろうなと思ったんで。で、立体図形の話です。いいですか。ですね、いきます。図を一緒に変えていってくださいね。生鮮問題はさすがに使いよったの。普通の生鮮問題、あの服との生鮮問題、生鮮問題使ってる中学校使ってますよね。うん、これは使ってないね。それの最後のまとめみたいな、こんな問題集があるとは知らなかったです。生鮮問題は知ってましたけど。じゃあ行きますよ。いいですか。ですね、まあ、こんな直方体があります。直方体があって、長さが12と8か、 BC だからこっちが8か、こっちが12です。の長方形ですね。で、高さが20です。こっちが20です。で、直方体を書いてもらって、で、P がですね、2対3やったね。うん、ここの辺を2対3に分けるところが P です。で、P があります。で、まあアルファベットはいいんですけど、三角形、ここが B と C なんですね。いいですか。この問題で福とか得意な問題を追加して出そうと思っているので、まずここで PC の長さはいくらですかです。はい、どうぞ考えてください。 PC の長さです。高校入ってすぐ試験がありますからね。しばらくはちょっとまともに勉強がなかったりします。なんか応援指導があったり、どっかに泊まりに合宿行ったりですね、早くこう友達と仲良くさせようと高校がしますんでね。はい、しばらくはそんなのが続きますけど、こっちは見える？大丈夫？どんどん前に来ていいよ。どん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 ポイントがたまる。水上あの金太郎ですね。おとちゃんも好きですかね。スパルタ教師おとちゃんね。さあ、 PC の長さはいくらでしょう。それともう一個あった、三角形 BPC の面積なかったかね。問題はそう、三角形 CPB の面積でした。三角形 B
PCB の面積。書きましたか？考えてますか？大丈夫ですか？行きましょうか。実はですね、PC の長さを出すため、この前からちらっと言いましたけど、この長さを見つけなさいと言われたら、相似かピタゴラスを使ううちすぐ受験生は想像できないから。相似かピタゴラス、ピタゴラスってあんまり言わんね。三平方。相似か三平方の定理を使うと。で、福岡県は圧倒的にこっちが多いです。つまり三平方を何とか使おうということで、三角形 PDC を考えます。はい、これが一つ目のヒントです。三角形 PDC を使って、ね、今こう点々点なんで抜き出しましたけど、さあどうぞ PC の長さ出してください。 PC の長さ、いきますよ。長さをね、さっきもちらっと言ったんだけどさ、20という長さ、ここ20でしょ、当然こう直方体だから長さって等しいよね。で、20を3対2に分けるという時に、20を3対2に分ける時に、そのうちのこっちの長さ、はい出してください。20を3対2に分けたうちのこっちの長さ、さっきもしましたよね。14を3対1に分けた時の1の長さはどうしたか覚えてますか？14かけ何分の何でしたか？絶対できないからですよ、本当に。いいですか？じゃあ PD の長さいきますね。20という長さに5分の2をかけたらいい。これ2つ足したのを分母に持ってくればいいって話ですよね。足したのを分母に持ってきたらいい。いいですか？だから20に5分の2をかけたら、ここの長さが出ますということですね。今日2回目。しかも、ね、この話をちょうどたまたましたったよ、さっきね。こう、さっきは4つに分けたうちの1つが4分の1やけん、それが3つで4分の3とかいろいろ話をしましたが、1つのものを3対2に分けるから5等分して、そのうちの3つと2つだから5分の3と5分の2なんですね。いいですか？はい。で、これ約分すると8なんですよ。ここ8です。ですね。はい。
もうここは計算するしかないですね。3、4、5でもないもんね。まあ、X にしましょうか。三平方の定理、久しぶりやろ。三平方の定理、あんまり使ってないの。はい、どうぞ。なんか綺麗やないね、数字が。64と144なので208ですか。なんかあんまり綺麗じゃないな。どこ間違えたかな。13が出てきた。2ルート13。あ、4ルート13やね。綺麗やないな。しょうがないね。こんな数字やったら答え、あ、答えつけてくれちゃった。回答と解説。うん、4ルート13やね。しょうがないね。いいですか。でです、でです、三角形 PCB の面積なんですけど、実はここが90度になるっていうことが大事だっていう話をしたんです。質問に来てくれたとき、なんでかって話なんですけど、例えばですね、ここの BC という辺はこの横の長方形の側面に対して垂直っていうこと分かる。こいつ、ここ、この平面とこいつが垂直値分かる。いいですか。この平面とこの辺は垂直なんですよ。こういうふうになってて垂直なんですよ。で、ここの平面上に線を引くと、どの線とこの辺とは絶対90度になるんです。この平面とこいつ自体が垂直なんで、ね、いいですか。どこに書こうか、ちょっとこっちか、狭い。例えばある平面に垂直に直線がこう立ってるとします。で、この平面上にいろんなところに線を引くんですよ。いろんなところに線を引く、全部90になります。平面とこれ自体が垂直やったら、平面上の直線とこいつは垂直になります。必ず必ず、どこも垂直です。ここも垂直になります。だからこの直線はこの平面上にあるので、この辺とこれは垂直になるんです。ですね。こう切ったら垂直にならないですよ。あの、辺同士じゃないと垂直になる。辺ともう一つの直線、こう切ったら垂直になります。この切り口は。片一方が辺で、こっち側がこの平面上にある直線だったら90度になる。だから面積いくらですかって言われたら、ここが4ルート3と、あ、13ね、4ルート13と計算できて、ここが何だっけ、8かね。はい、これで底辺と高さが分かるんで、底辺かけ高さ割る2で計算できます。
かけ2分の1でいいけど。で、32ルート13だから、16ルート13というふうに出ます。いいですね。じゃあ、一つだけ出しましょう、皆さん。D から PC に垂線を下ろしたとき、垂線の足を H とします。はい、DH の長さを出しなさい。ちょっと問題が、この数字が変やけど、ちょっと問題が厳しいかもしれない。実はですね、これはちょっと、ちょっと問題があるっちゃあるんですけど、代表的な、せっかくこの話をしだしたので代表的な問題をいくつか言っておきますから、今日ノートを取ったところはしっかり復習してできるようにしておいてください。 D から PC に引いた長さね、垂線を下ろした時の、実は今回がここがもう90なんで面白くないんですけど、まあ後でちょっとまた別の問題出しますので、あら考えてるかな、おぉ、藤子ちゃんみたいな感じだね。すいません。はい。ですね。もう一回いきますよ。D から PC に垂線を下ろした。本当はね、D から三角形 PCB に垂線を下ろした時の、その垂線の長さを求めなさいと言いたかったんですけど。ちょっと簡単にしてしまいました。消しますよ。さあ、大事なポイントだけ残しますよ。はい、正面から見た図いきましょうね。もうこういったのが全部その立体図形の基本になるので。でも2人質問してくれたんやけど、他が質問ないってことはようできてるんじゃないですか、仕上がってきてるんじゃないかなと思います。どんどんね、なんか今のうちに他のとこ質問してくださいね。で、D で PC でしょ。で、ここが4ルート13で、ここが8で、ここが12体ね。ですね。で、こう水線を下ろしましたって話。こんな長さいくらですかって話です。はい、こういう問題です。具体的に言うと。はい、考え方分かる人。あ、はい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 、あ、ありがとう。これ実はですね、直角三角形、まあ今回のが一番ちょっとイメージはつきやすいかもしれません。直角三角形で直角の頂点から斜辺に垂線を下ろしたら、この時三角形が2つじゃなくて3つできるわけです。このちびっちゃいやつ、中ぐらいのやつ、大きいやつ、この3つが全部相似なん、相似なんです。だから相似を使って問題を解きます。例えばですね、ここの番号を1番にしましょう、角度で。こいつ2番にしましょう。1と2足して90ですよね。で、こことここ足しても90なんですよ。大きい三角形で考えると、これとこれ足したらここ90になるんですよ。ここは直角ですから。だからここは1番になる。じゃあ今度中ぐらいの三角形で1とここの角足して90だから、ここが2番になる。というわけで2組の角はそれぞれ等しいので全部相似になるんです。だからここ直角、ここも90なんで、ここ変動詞でしたから。
90度の直角三角形のこの直角の頂点か斜辺垂線を押したら相似になる。はい、相似とのヒントに X を計算してください。さあ頑張ってください。で、俺がみんなにアドバイスしてきたことを覚えてます？じゃちょっとだけアンケート取ろうか。どっち使う？中ぐらいのやつか小さい方か。どっち使う？掃除。どっちでも使えるんだ。じゃあ中ぐらいの三角形がいいなと思う人。あ、はいはいはい。ちびっちゃい方使ってほしいっていう人。すごいな、1対1やきね。どんだけアンケートに答えない人が多いかというか、日本人の悪い癖がまた出ましたね。怖いね。ね。もう分かってるんですけど、大丈夫な。ね、小さい三角形しましょう。あ、いや、やっぱりベリーファーストね。あ、いいね、譲って。じゃあ中ぐらいの三角形をですね、同じ向きにするんですよ、こうやって。掃除の問題の解き方は俺必ずこういうふうにしてほしいんです。このこう H にしましょうね。だから三角形 DCH をこういうふうに向きを変えてください。そして長さをちゃんと書きましょう。ここ12じゃないですか。で、CH はいや、ここが H か、X か、これ X よね。はい、まあ、ここもできたら、はい、掃除の式をどうぞ立ててください。掃除覚えてますか？最近はしばらく使ってないですよね。長さの問題は掃除か三平方を使いましょう。今回は掃除を使ってますよ。長さを見つけなさい。掃除か三平方、さっき三平方を使ったんだよね。これでもいいし、これ対これはこれ対これでもいいので、8対4ルート13は X 対12。まあ、ここ4で約分しておきましょう。2対ルート13は X 対12。数字があんまり綺麗じゃなくてごめんなさい。はい、今回 X 出してくださいね。出しましょう。答えはいくらですか？13分の24ルート13。おお。13分の24ルート13。有理化してね。ルート13分の24ですから、上と下にルート13をかけて13分の24ルート3、13ということになります。じゃあ、基本中の基本の話をしたいので、ちょっといいですか？消しますよ。ですね、まず基本は絶対できるようになって言ってもらうと応用力がつけやすいんですよね。いいですか？基本力の力をつけていってください。今度は新しい問題で正方形にします。正方形、さっきは長方形という今度は正方形にします。はい、一辺が4センチの正方形で高さが8センチの直方体にしましょう。さあ、ちょうどここ中点、
中点に P を取ります。中点です。ね、A、B、C、D、E、F、G、H ですか。はい、三角形 ACP の面積を見つけなさい。さあどうぞ。三角形 ACP の面積を見つけなさい。さあ何人できるでしょうね。何人できるでしょうか。まず図頑張って書いてね。これはできないといけません。簡単に。ありがとうございます。ルートできない感じで。
そう、封筒がこっち側にあったけんね、はい、その中に一緒に封筒を置いてありがとうございます。超大金額1ヶ月ぐらい行きましょう。実はですね、これ正三角形になるということ分かった人、切り口正三角形になりますね。はい、なぜでしょうか。全部4なんですよ。これ中点って言ったので、これ4中5と当然分かるでしょ。8の半分、つまり全部直角三角形44、直角二等辺の44というやつ、まあ一体一体ルートにだから、もっとぶっちゃけて言うと、この切り口はここ4ルート2なんですよ全部。なぜならば44の直角三角形、直角二等辺なので、一体一体ルート2だから、ここ4ルート2なんです。全部444ルート2の直角三角形だから、三角形 ACP の面積出しなさいって言われたら、みんなは正三角形の面積が出せるかどうかですね。正三角形の面積が出せるかどうかが大事です。これ4ルート2。さあ、この問題に変わってきました。皆さんは正三角形の面積じゃない、高さをまず出すことができるでしょうか。4ルート10になっちゃう。4ルート2です。ここ垂線を下ろしますですね。さあ、この高さが出せますか。正三角形頑張ったよ。高さ分かる人、高さ分かる人、はいはいはい、はい、いいですか。ありがとうございます。一体二体ルート3よね。これ60度30度、こ真ん中へ行くさ、ちょうど、水線を下ろしたら中点になりますから、60度30度の直角三角形、1対2対ルート3、1対2対ルート3。つまりぶっちゃけて言うとね、ぶっちゃけて言うと、正三角形の高さはこれを半分にしたのにルート3かけてる、これを半分にしたのにルート3かけてるね。まあ他の塾では、例えば一辺が A の正三角形の高さは2分のルート 3A とか教えてると思うんですけど、これを半分にしてルート3かけたら、ここの高さが出ます。半分って2ルート2、2ルート2ルート3かけて2ルート6、これが高さになります。ここの高さは半分の2ルート2にルート3をかけたらいいので、2ルート6、これが高さです。ということは、この切り口の正三角形の面積は底辺かけ高さ割る2です。まあかけ2分の1です。これはね、これで教えるような人って、他のところの塾は、例えば高さって2分の ルート 3a ですよとかね、面積って4分のルート 3a2 乗ですよとか教えてるんですよ。でもこの公式はあんま好きじゃない。万が一ちょっと勘違いして、こっちが4やったかいなとか、これ2やったかいなとかなった時に、なんか根拠がないです。これを作り出す根拠がないので、1対2対ルート3を使うと、ここって正三角形、これと同じ長さやってね、この長さの半分がちょうどこの1のところになるんで、1のところの長さが分かったら、そこにルート3かけたらここが出るんですよ。もっとぶっちゃけてみましょうか。これが1のところ2ルート3って分かったら、あ、2ルート2って分かったら、2倍したらここなんですよ。なっちゃうでしょ、2倍したら。1のところの長さが分かったら2倍したり、ルート3倍したらこう出るわけですね。それぞれ。で、底辺かけ高さ割る2ですから、まあ、これとこれが約分できて、で、4ルート12、ところで12って2ルート3だから、8ルート3とか出ます。これが正三角形の面積です。じゃあですね、最後に、あと1個ちょっと質問を受けてるんですけど、このタイプの形、最後に B から
これも服とか大好きなんですよ。これ B から三角形 ACP に下ろした時の高さ、垂線を下ろした時の高さ、 B から三角形 ACP に垂線を下ろした時の垂線の長さといってももう全部常識なんですよ。垂線の長さ、こうほとんどの人ができるんですよ、受験生やったら。わかる？今こういうふうになったろ、こうなっちゃう。この切り口は三角錐よね。こっからこう切ってこっち側、この三角錐の B の頂点から底辺に、底面の三角形に垂線を下ろしたの。こんな感じで、その下ろした垂線の長さはいくらですかって話です。これは服とか大好きですよ。考え方分かる人いますか？考え方分かる人。おお、はい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 、なるほどね。ヒントはですね、2つの考え方で、これを例えばここが底面の、これが高さの三角錐と思ってください。じゃあその三角錐の面、ごめんなさい、体積出しましょう。三角錐の体積、こういうふうに尖った三角錐の体積です。これが底面積で、これが高さでね。はい、どうぞ。三角錐の体積出してください。底面積は三角形 ABP という底面積は、これは小学生でしょう。底辺かけ高さあるね。この出来方相当やばいよ。 この面積よ、この面積 4×4÷2 でしょ。こいつ関係ないでしょ、底辺と高さが分かれば。そして高さが4なので、三角錐尖ったら3分の1だから、3分の1かけ底面積かけ高さ、つまり3分の32。これがこの三角錐の体積ですですね。いいですか、まあ、どこでもいいですよ。こっちを底面積にしてこう尖っちょうち考えてもいいし、ここを底面積にして下にこう尖っちょうち考えても同じです。当たり前ですか、同じです。いいですか、この三角錐の体積はこの3分の32で1の分かりましたか。いいですか、大丈夫ですか、椅子。はい、そしたらですね、いい、 B から下ろした垂線の長さを X にします。これ B からこれ垂線の長さを X にします。まあこの問題に関してはですね、実は下が正三角形なんで他の方法もありますけど、これが圧倒的にやりやすいです。今から言うのが、これを底面積にして、さっき計算した正三角形の面積を底面積にして、こういうふうに B の方に尖った三角錐と思ってください。こう尖った三角錐ですね。ということはその三角錐の体積は3分の1かけ、さっき底面積の正三角形何とか、さっき見つけた三角形の面積です。正三角形の面積8ルート3?8ルート3?で、X なんですよ。いいですか？いいですね。3分の1かけ底面積かけ高さが、さあ、こいつと同じですよって、これが服とか大好きなやつ。もう超絶大好きです。はい、要するにここを底面積と思って考えた三角錐と、下の正三角形を底面積として考えた三角錐、体積は一緒なんですよ。どこを基準にしようと体積は変わらんでしょ、変わらんでしょ。
体積は一緒でしょということなんです。はい、はい、これ X 計算してください、どうぞ。うん、最後の答えはまあまあ綺麗な形に、ルートは残りそうやけど綺麗な形になったね。もうこれが本当に基本中の基本だから、今日ちょっと質問に絡めていろいろ問題を少し広げたけどですね、今日のこの説明の問題に関してはしっかり身につけておいてください。そしたら立体図形の最低限の基本はできます。さっきの直角三角形の直角の頂点から垂線を下ろした時の相似の使い方とかね、いいですね。もう今はですね、量より質だと思ってるんですよ。本当に1ヶ月とか2ヶ月まだあったら量も大事でしょうけど、もうこれだけ試験直前になったら量より質ですよ。本当にいい問題で基礎的な力をどんどんつけていく。もうたった一問でもいいので全部一生懸命できるんですよ。今はそういう時期です。ですね。さあ両辺に3をかけて約分して8ルート 3x が32。じゃあ x は8ルート3分の32。はい、8で約分してルート3分の4。これできたらゴール目の前です。ルート3をかけて3分の4ルート3というふうになりますね。ただですね、ここのところ福都じゃない、県立福岡県の公立入試のね、やっぱ6の3は超絶難しいです、基本。はい、いいですか。じゃあ、その次ですね、今度はこっちの質問でした。これ眉に返してます。眉、それ全然丸つけてないと、まだ答え合わせしてない。うん、なるほど。じゃああと1個いきます。もうぜひぜひね、本当各中学校の皆さんはこの聖戦県入試対策聖戦問題集第2 1回2回とかね、一中の人がどんどん解けると、先生うちはないんですかとか頑張って聞いてください。2つあります、平面図形と立体図形、2つあります。まあ何と言ってもさ、俺ふとあんま好きじゃないんだよ、個人的にないんだけど、何と言ってもずっと一番古くその福岡県の入試に関わっている会社ではあるので、まあそこがね、予想問題的に作ってくれてるのは大事にしましょう。さて、ですね、 ABBC が4センチ、ABBC が4センチ、これ44です。で、BD が2センチ、あ、ちょうど半分ぐらいかな。 BD が2センチね、で BD が4センチ。はい、こういう形をした図形がありますですね。表面積の方ですが、体積やったっけ、体積、表面積できた。おお、 AC を1回、ああ AC を軸か、なるほど。おお、なるほどね。 AC を軸として回転した時の、これを軸として回転した時の体積を計算しなさいらしいです。マジかよ。普通 AD よね、普通 AD を軸として回転した時のね、体積なんですけど、へえ、なるほどね。さあ、これはちょっと強敵かな。
つに分けるかな、2つに分けるかな、うん、そうね。6か。他に条件はないか、直角でいった方がいいか。そうやね、なるほど、行きましょうか。ほんとですね、2つ考えないといかんような気がします。どうしようか、ちょっと悩みようけど、はい、一つはこれじゃないかな。こう水線を落として、ここの赤の線の長さ、この水線の長さを出してみてください。回転やってね。で、回転体はですね、実はどうやって作るかというと、これと全く合同な図形をこっち作るんですよ。ここで折り曲げて重なるような図形を、だからこうなるかな、こうなってこうなっとうかな、こんな図形を作るやん。で、これが回転する機体、こういう感じになるんです。回転体の見取り図こんな感じなんです。だからこっからこっちは円錐ね。こっちは円錐の中がくり抜かれた形、うん、ちょっと図形がいまいち、ちょっと書き方が悪いな。まあまあまあ、こう円錐っすね。中がくり抜かれたから、まあまあ、こんな感じかな。もうちょっとこっちで見せようか、こう円錐がこっちあって中がこうくり抜かれた形かなという気がします。はい、でこれあと解くためにはこれを伸ばしたらいいと思いますね。これを伸ばした方がいい。まずこの長さ出しました。出しましたか。ちょっとね、図があんまり良くないんですけれど、実はこいつって直角二等辺で分かりました。ここが44でしょ。まずこれが直角二等辺は分かるでしょ。誰でも44や、分かるよね。だから当然ここって45度やろ。です。で、ここから水線を下ろしたら当然ここも45度になるんですよ。ここ90、いいですか。もう一回いきますよ。最初ここが44の直角二等辺なんですよ。長さが等しいので44なんで、だから45度が出るでしょ。じゃあここから水線を下ろしたら45度なんですよね。ちゅうことはですよ、あとこれも直角二等辺です。皆さん、この大きいやつも、ここを伸ばしてここにぶつかったこの大きいやつも直角二等辺なんで、これが6だったらこれも6になるんですよ。大丈夫ですか。
いいですか、うん、それが早いな。いいね。あ、やっと見えてきた。あの早い方法が、超絶早い方法が見えてきた。椅子でです、ここの長さがどうしても必要になるんですけど、この長さですね、こんな感じです。直角二等辺でここが6です。じゃあここいくらですかって話。直角二等辺三平方も使えることは使えますよ。当然ここ x ですから、 x2 乗足す x2 乗イコール6の2乗ってしてもいいです。三平方でもいい。普通は三平方1対2対ルート3を使う。1対1対ルート2を使うですね。で1対1対ルート2を使う人は2つあります、使い方が。比で計算する、1対ルート2は x 対6という、まあこれが普通の人の解き方。超絶極めてる人は実はこれをこれで割ったら x がすぐ出ますですか。これルートやけんひらめきが弱くなっとうけどね、これやったら多分ほとんど全員できますよ。これが1対2対ルート3としましょう。ここが8でした。はい、ここいくらですかって。 x いくらですか。いくら時間かかりすぎやろ。いくらですか。4だよね。でその4って何したかというと、実は8を2で割っとっちゃうね。ですか。だからこれをこれで割ると1のところの長さが出るようになってるんですよ。つまりルート6をルート、あ、ごめんね、6をルート2で割るとも x が出るようになってます。いいですか。ルート2分の6ですから、有理化して2分の6ルート2で3ルート2、はい、これがここの赤の線の長さですですね。いいですか。これ、どこに書こうかな、こっち書こうか。ほんでさ、この正方形を、66の正方形をね、ちょっとこういうふうに立ててみますね。今こう回転してると思ってください。こう回転してる、こう回転してる、今こう回転するんだから、それをちょっとまっすぐ、軸をまっすぐ立ててこう回転してるですね。で今ここが半径が3ルート2と分かったんですよですね。高さももちろんこれ1対1対ルート2だから3ルート2です。さあこれ3ルート2ですね。でね、これをこの体積計算しなさいって言われたときに、この体積を計算しなさいって言われたときに、いいですか、前も言ったことあるけど覚えそう。こんなにちょっと長さが分かっちゃうと面白くないんですけど、実はですね、こういう問題がちょくちょくあるんですよ。こう円錐がこう2つ、長いのと短いのがあって、ここは分かってます。例えばここ10ですよとか、で半径が3ですよとか、でこの体積出しなさいって言われた時に生徒がね言ったことがあるんですよ。それでこう上と下に分けましたけど、ここの長さが分からないんで問題解けないんですと。ここで今日のお土産の一つです。実はこれはここに輪っかを持ってきて、こういう円錐と体積が一緒なんですよ。半径が3で高さが10の普通の円錐と全く一緒なんです。AB が分からなくてもいいですか。だってこっち側とこっち側に分けたとするでしょ。で3分の1かけ底面積かけ高さ足す3分の1かけ底面積かけ高さ、用途考えたら工夫して計算と一緒で、3分の1かけ底面積かけ高さは共通だから
別々に計算して足すことと先に足して後で掛け算することって一緒なんですよ。だからここどんな比率で分けてもこの体積とこの体積等しい。これはめっちゃ役立ちますよ。めっちゃ役立ちます。だからまあ今回はね、直角二等辺が2つ重なっとうけんね、別々に計算する人もおるかもしれんけど、まあそれにしてもこの体積は尖ったら3分の1かけ、πr2 乗底面積かけ高さですか。これからですね、ここの部分のちびっちゃい円錐をくり抜くんですよ。この全体の大きい円錐からここの部分のちっちゃい円錐をくり抜くんです。多分これが一番早い方法としてはさっきこれが一辺が6やったでしょ、これ一辺が2ですね。大きいのは一辺が6の正方形、小さいのは一辺が2の正方形。はい、ここルート2ですね。一体一体ルート2だから、ルート2を 2をルート2で割るとルート2。ここら辺は有理化線ですぐできるようになってるし、もう秒殺、もう1秒もかかりすぎやろこれ。2ってルート2の2乗やけん、こんな感じ。x 分の x2 乗って約分したら x やろみたいな話。そうでしょね。こんないちいちルート、もう有理化とかしないんですよ。ここの数字が一緒の時は。もう見た瞬間ルート2、ルート3ですよ。いいですか？はい、つまり、こいつはですね、半径がルート2、ちょっと、ごめんね、小さくなって、もうよっちゃんたちとか一番面白い人すいません、これルートに。いいですか。というわけでこいつって3分の1かけ πr2 乗かけ高さです。まああとは計算してみてください。多分これで計算したら多分りょうちゃんは多分合うと思いますんで、後で答え確認しとってくださいね。ですね。答えあるのはあるんでしょ。うん。さあ、服とかどういう説明をしようかが楽しみなんだけど、多分これが一番早い方法だと思います。はい。ありがとうございました。もう一回いきますね。今回は一体一体ルート2の直角二点三角形やったということはとってもありがたい問題でした。のでここをね、ここを基準に回転させなさいとかさ、バリバリ面倒ちいんですけど、結局はこういう円錐が2つ重なっているような形から、こういう円錐、まあそろばんの玉みたいなやつよね、そろばんの玉みたいなやつを大きい方から小さい方を引いたら、こうちょうどここからこうくり抜くんで、この立体の図形体積になるはずなんで、ですね。あとは計算してみてください。はい、ですね、あと1個あるんですけど、ちょっと予定以上に時間かかっちゃったんで、どうしようかなと思ってます。あというかまた次回やりましょうかね。いや、いい問題だったんでね、この両方はちょっと説明させてもらいました、はい、では、ある程度まんべんなく科目をしたいと思いますので、ですね、英語いきましょうか。英語いきましょう。日曜日はですね、解説が終わったらリスニングちょっと特集したいなと思いますので、何やったらリスニングね、復習したいのでリスニングを持ってきてくださいね。この中にある CD とかもちょっと持ってきておいてもらったら助かります。
はい、じゃあ行きますよ。ですね、まあ印をつけてもらったところ、目次でもう一回確認するとですね、皆さんに印をつけてもらったところですが、リスニングは、明日しましょうね。リスニングは明日しましょう。で、対話文完成の25ページを開けてください。25ページはちょっとやりましたよね。やってないって。やってない？なんかやってるの気がする。そういうことないんですけど。やってない。ちょっとダッシュでやりましょうか。はい。次の対話文が成り立つように、あえなんか適切なものを選びなさい。対話文多いですね。福島、徳島、福岡、長野。まあ福岡は当然出てるよね。456は福岡だという話で。じゃあこれもちょっとね、まとめて来週の日曜日に、次の日曜日ね、明日じゃなくてね、に28年のテストをやりますので、まあ日中はリスニングしたとかいう話ですけど、まあ、ちょっとここはパスしましょう。in front of the station、 駅の前で、 in front of マーカーで言ってください。 in front of 何々の前でね。 excuse me、 すいません。 oh, take that bus、 I'll leave soon、 it will leave soon、 it はバスのことよね。はい、あのバスに乗りなさいと言ってます。あのバスに乗りなさい。だからどのバスに乗ったらいいですかと聞いたはずなのでですね、またはどのバスが図書館に行きますかと言ったはずなので、はい、ですね、ちょっとだけ惜しいねこれ。はい、例えば運を見てください。 Which does bus go to the library? ですね、これ英文が成り立ちません。バスは、図書館へ行きますか、もうバスにも座がついてないのが嫌なんですけど、 Does bus go to the library?これ実はどのバスがと言いたいときは、フイッチとバスを離したらダメなんです。だからウとエ×してください。ウとエ、フイッチバスなんです。どのバスが図書館へ行きますか、さあ、あというどちらか選んでください。どっちか一つ選ぶだけ。はい、答えはもちろんアです。ウィッチバスは単数扱いです。まずバスに複数の S がついてないことから分かると思います。ウィッチバス単数扱いなので、当然、3単元の S がいりますよ。いいですね。 Goes の ES マーカーで塗っておいてください。ウィッチバスね、単数扱いです。で、前も話をしたと思いますけれど、実は主語がですね、主語が疑問詞になったときって do does が使えないんですよ。ですね。はい、じゃあちょっとだけ、どこ適切に書きます、ノートに書きます、どっちか。誰がそこへ行きましたか。まず行きますかにしましょう。誰がそこへ行きますかですね。なんかどっか行かなければいけないので、それ行く人誰ですかっていうのと、誰がそこへ行きましたか。というのと、あなたはどこへ行きましたか。
はい、3つちょっと並べて比べてみましょう。この3つの違い、誰がそこへ行きました、行きますか、誰がそこへ行きましたか、あなたはどこへ行きましたか、そのこの3つ英文英作文やってみてください。この3つの違いを味わいましょう。いきますよ。3つ書きました、英文。書きましたか。さあ、この3つの違いを話をしますね。ですか。英文書いてみた？大丈夫？なんですね、これが主語なんですよ。誰がが主語なんですよ。主語は何なんはと何なんがなんですよね。主語って僕はとか僕がとかはとかががついてるのが主語なんですよ。つまり誰とかが主語になるということです。これ当然あなたはが主語なんです。主語が違うことにまず気づいてほしい。ところで誰とかいうのは疑問詞と言いますけど、疑問詞が主語の時って、この疑問詞の前に単語3つしかないよね。めちゃ簡単な文を選んだので、誰がそこへ行きますか Who goes there? 誰がそこへ行きましたか Who went there? つまり Do does を使わないんですよ。疑問詞が主語の時は Do does が使えないんです。 Who が疑問詞ですよ。疑問詞、疑問詞が主語の時、疑問詞が主語の時 Do does が使えない、まあ、Do does did だよね。 did も含めてDo や Does や Did が使えない。 Do, Does, Did が使えない。ということですですね。これルールがありまして、主語の前に Do, Does を置くわけでしょ。だからもしこれこいつ疑問詞って言ったらね、もうそれも覚えちゃってくださいね。フーって疑問詞なんやけど、じゃあ、Does who go there とかいう言い方をしたらダメなんですよ。確かに Do does は疑問文の時は文頭、文の一番最初に持ってくるんだけど、疑問詞は文頭に使いなさいというルールがあるので、じゃあどっちが強いかって話なんやね。だから Do does が文の一番最初に来るのと疑問詞が文の一番最初に来るのでは、疑問詞が一番文の最初に来る方が強いわけ。だからここに do does が来ないわけ。まあ、こっちは did やけどね。ですか。そして2つ目のポイント。疑問詞は三人称単数扱いなんです。疑問詞は三人称単数なんです。もうそんな意識せんでしょ、普通ね。風何人称何数ですかとか意識せんよね。三人称単数だから三単元類すぎるんです。風合ゼアじゃないんですよ。風合ズゼア、疑問詞は三人称単数扱いですということですですね。ですね。はい、次です。誰がそこへ行きましたか、今度は過去形なんで、まあ誰が、やっぱり風が主語になってるんで、まあ、あとはこれ合図を上に変えるだけです。
次、あなたはどこへ行きましたか。まあ、どこという疑問詞は Where、 ね。Where do you go? Where do you go? 主語が you だから、主語の前に疑問、この助動詞が来るわけね。 Where が主語じゃないからね。あなたが主語なので Do you の形になるんですね。 Do you like とか中1で習いましたね、一番最初ね。ですか。疑問詞がボンと来て Do you になります。で、ここが名詞だったらここに to いりますよ。 go to school みたいに。いいですか。はい、これも最近言いました。学校へ行く、 go to school。 ここに名詞が来たら to がいるんですよね。ところが go there、 そこへ行くという時に to はいらないということです。 go to there と言わない。 there は副詞、there は副詞だから副詞の時は to がつかない。スクールは名詞だから go to school、 go school とか言わんでしょ。これそこら辺を皆さんに身につけてほしいんやけど、学校で1ミリも教えてないのになんで本番でそんなこと書くかっていう人がいっぱいおるたんね。例えば go to school もそういう go school とかなんで書くとって思うんですよ。多分その原因はですね、読んでないからよね。言葉にしたら自然と出てくるので、 go to school、 go to school って例えば毎回読み寄ったらよ、ただ書くときに go school とか書かないんです。ところが文字をただ目で見るだけだったら音として捉えてないから to がそんなにこう上とか大きくないね。で、今回 where はなんで to がいらないかというと、 there と同じ働きしてるんです。どこへという副詞なんです。こっち疑問詞なんだけど、こう there が変わった where だというふうに思ってください。 there が where に変わったということだから、ここに to がいりません。ですか。例えばあなたは学校へ行きますか、言ったら do you go to school で to がいります。 do you go to school で、どこへという to school が、答えになるようにみたいなね、で疑問も作んなさい、服と得意ですよね。だからこう場所を表す言葉を消して where に変える。その時に例えば go to school とか変えちゃったら to から消して where にするというね。いいですか。はい、もうめちゃくちゃ力つけていきましょう、本当に、ね、です。要するに考えるということです。今まで考えずに、とにかく中間期末はレッスンなんとかでとかって、もうそこにあるやつをもう何も考えず丸暗記しようとしてたんで、文法的な知識はもちろん残ってないのは当たり前だと思いますね。はい、じゃあその次行きましょう。 Are you alright? 大丈夫? Alright は大丈夫ですね。なんなん? Thanks. I'm going to see a doctor ですね。はい、be going to、 何々する予定、何々するつもり、お医者さんに見てもらうつもりですということになります。はい、ですね、さあ格好の中何が来るかということですけど、まあやっぱ「う」しかないね。「う」マーカーで塗ってください。 You don't look well、 Not well、Not well は、well って良くというね、良くという副詞なんですよ。good は良いという形容詞。だから、で、なんなんなさそうに、なんなんのように見えるなんで、ね。you don't look well。調子良さそうに見えないんだけど、みたいな感じですね。ですね。you don't look well。ちょっと体調悪そうなんだけど、ね、ありがとう。だから Are you alright? って聞いたんですね。 Are you alright? 大丈夫?ちょっと調子悪そうね。ありがとう、明日、明日なかった、お医者さんに見てもらうつもりみたいですね。はい、次3番です。 What's up? これ全部徳島県みたいでしたね。
What's up? 何なの Why do you need it? なぜあなたはそれが必要なの Need 何なのを必要とするなぜあなたはそれが必要なの I want to、check a TV program プログラムは番組ですテレビ番組をチェックしたいですねということはいいじゃないですか新聞にテレビ欄が載ってるよねはい Be looking for マーカーで塗ってください Look for 自体何なのを探すですよねでこれ何なのを探すはよくお店の問題で例えば T シャツ探してるんですけど I'm looking for a T シャツねそういう言い方しましたねはい、何なのを探しています今日の新聞を探していますね OK ですか今日の新聞を探しています I'm looking for today's newspaper ですね、なんで新聞が必要なの It's a newspaper ですかなんで新聞が必要なのテレビ欄をチェックしたいんだということでしたはい、さっき言いましたように456が福岡県の問題が採用されているので7番にワープします7番ですねはい Hello Hello This is Tom May I speak to Masaki please ね、はい、May I speak to しょっちゅう出てきましたねマーカー塗ってください May I speak to あらら動いてない人が約何名かいますねはい、誰々さんお願いしますという決まった言い方 May I speak to ですね Sorry He's out now もうほとんどが出かけちゃうって話をしたよね Sorry he's out now だからちょっと勉強したらまたこれ同じようなパターンが出てくるってね絶対そうなるはずなんですよごめんなさい彼今出かけてます He's taking a flute lesson and he will come home at about 4 ね。はい。フルートの練習をしています。そして4時ごろ帰ってくる予定です。I see。わかりました。ね。さあ、そしたら、まあ、伝言を頼むか、ね、かけ直してくださいというか、いくつかパターンはあるんだけれどですねはい A マーカーで塗ってくださいですねテルヒトトゥー分かりますかテルヒトトゥーチェックしましょうテルヒトトゥー人に何なんするように言うですよねテルはねで、くじゅうがありますから、いただけませんかということになります。ですね。だから、彼にかけ直してくれるように伝えていただけませんかと。Could you tell him to call me back? Call back. かけ直す。かけ戻す。ですね。はい、ということでした。7の横にヒンって書いちゃうでしょ漢字、過去7の横に。よく出るという意味です。電話よく出ますよね。電話しかもこのバージョンが多いよね圧倒的にねはいですねちょっと時間があまりないので福岡県のバージョンに近いやつだけいきましょうか55番質値変えちゃうのは必ず出されるという意味ですね質ははいじゃあいきますよ55番How will the weather be this afternoon? How well, will the weather be までマーカー塗ってください。How weather will be ですね。で、当然福岡の明日の天気はどうですかと聞くときに How will the weather be ですね。How the weather will be じゃないです。Will the weather be です。語順に注意してください。並べ替えありかもしれないです。こういったタイプね。How will the weather be this afternoon? 今日の午後の天気はどうですか?ですね。さあ、そしたら何なん
はい、多分ここはもう It しかないでしょう。天候気候は It で受けますね。 It will be rainy It will be rainy ですね。雨が降りそうですね。降るみたいです。 Oh no 明日はどう、明日どう、 How about tomorrow、 About ですね。 How about tomorrow、 明日どう、 I don't know、 わかりません。 Let's play サッカー、もし天気なら、もし明日天気ならサッカーをしましょう。 Let's play サッカー、 If ですね、もし何なんなら。 The weather is sunny tomorrow。 はい、ポイントはですね2つあるんです。ここ2つあります。If the weather is sunny tomorrow ですね。はい。tomorrow マーカーで見てください。tomorrow って明日、つまり未来の文章なのに is を使ってるんですよね。is を使ってる。ですか？ゆっくり言いますから、下の愛情のところに書いてもらっていいですか？ゆっくり言いますので。はい、赤ペン用意しましょう。準備できましたか？ Are you ready? 大丈夫？はい、行きますよ。Are you ready? ですか？はい、行きますよ。ですか？未来を表す、未来を表す福祉施設では、超絶有名な法則です。未来を表す福祉施設、これがまたわからないよね。みんな未来を表す福祉施設、未来を表す福祉施設ではですね、現在形で未来の代用をする、現在形で未来の代用をする、要するに will とか be going to を使わないということです。これ tomorrow なのになんで is かということです。これ is 間違いじゃないんです。ですか？というわけで、もし明日晴れならと言ってますけどね、じゃあ福祉施設かどうかの見破り方です。いいですか？逆に言うといろんな説があるんですよ。もうみんなとりあえずちょびっと習ったのは夫婦定詞の名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法はちょっと習ったでしょう。それと同じで副詞施設、名詞施設、形容詞施設ってあるんです。形容詞施設ってあるんです。で副詞施設の時だけ未来は現在形で表すというルールがある。じゃあ副施設かどうかどうやって判断するかなんです。そもそも説って何ですかって話なんやけど、この前から I think that ですね、 I think that の話をしてました。で that の後ろは主語と動詞が来ますよって話をしてました。これが説ですね。ここに接続詞があって、接続詞の後ろに主語と動詞があったら説です。とにかく説は主語と動詞があるってことです。これ実は I think that のこの後ろは実は名詞説、はい、私は何々というふうなことを思う、ことを考えるってなってるんですよ。実はこのざっとはことをって訳をさせます。丁寧に言うとね、例えば彼はサッカーがうまいということを考えていますという名説です。 I think that をざっと以下はね。じゃあ副詞説って何ですかですね。もし明日晴れなら、もし明日晴れなら、もし明日晴れなら、さあどこにかかるかというと、もし明日晴れならどこにかかるかというと、サッカーをしましょうなんですよ。
もし明日晴れならサッカーじゃないでしょ、しましょうでしょ、つまりするという動詞にかかってるんですよ。もし明日晴れならなんなんする、動詞にかかる、動詞を修飾するのはこれが副詞節です。動詞を修飾したら副詞節です。映ってないな、いつもこうなんか潰れるっちゃね。もし明日晴れならサッカーをするですね。はい、もし明日晴れならするなんですね。もし明日晴れならサッカーじゃないでしょ、もし明日晴れ、もし明日晴れならする、というふうに動詞にこの文章がかかっているとき副詞節です。 I think that の場合何なんということを考えるんで、ことと言えたら名詞節です。名詞節はですよ、名詞節は、未来はちゃんと will か be going to を使わないといけません。副詞節の時だけ未来を現在形で表しますですね。もうどうせ高校の予習です、これ。高校では常識中の常識ですから。ですか。はい、57番並べ替えがあるのでちょっとやってみましょう。57番、ですか。57番ですですね、次の英文はマイクと雪の教室での会話である。これを読んで1の問いに答えなさい。佐賀県ですね。佐賀県実はですね IT 関係めっちゃ進んでますからね。武雄市とか小学生みんなタブレット学習してますから、はい、武雄予算組んでタブレットを全員分買わせましたからね。はい、じゃあ57番いきましょう。 Good morning, Mike. おはよう、マイク。 Good morning, Yuki. Today, we have a math test. 今日、数学のテストがあるね。で、さあ、なんて答えたかなんですけれど、2人の会話が成り立つように AB に入る適当な英文を書きなさい。ね。はい。5 hours と答えてるので何時間勉強したってことなんですよ、実はこれね。で、マイクはちゃんと勉強、5 hours すごいね、5時間勉強した。普通ね、男の子より女の子は真面目なんですけどね、雪はしてないんですよ。 Are you ready for the test, Yuki? Yuki、 今日のテストのための準備、 ready ですね。 Are you ready? 準備をした、Are you ready? 準備はしてる、準備は大丈夫。 I couldn't study at all ですね。はい、not at all なんですね。 couldn't の not と at all をマーカーで塗ってください。 not at all、 少しもなんなんないです。少しもなんなんない。はい、1番は下から選びますですね。カッコ2の下から選んでください。1番腹痛がしたので、腹痛だったのでのあがいいでしょうね。 I had a stomach ache yesterday。 ストマックはイなんですけど、腹痛の時はイ、イ痛で表しますね。胃が痛いで、お腹が痛いになります。ストマックエイク、エイク、 ACHE をつけたらどこどこ痛い、だから頭はヘデイクですね。ヘッドにエイクをつけてヘデイクですね、はい、ということ、これだけ覚えちゃったね。あの、いろんな体の場所にエイクをつけたらそこが痛いってこと相手に分かるんで、ですか。はい、答えはあれでした。 I had a stomach ache yesterday、 昨日腹痛だったのよと。苦痛だったので勉強が少しもできなかった。 not at all、 少しもなんなんない。 not at all、 少しもなんなんない。 I couldn't study at all。 oh, that's too bad。 もう決まった言い方ですね、お気の毒に。 Are you alright now? 今大丈夫？ Thank you, I feel better now。 今は
ずいぶんいいよと、前よりいいよ。 But the test will be bad. でもテストは悪いと思う。 We still have 30 minutes. 30分まだある。 Still はまだですね。はい、 Still マーカーで見てください。まだまだ30分あるよと言いました。で、A と B は自由に選んでいいらしいんですよ。So, don't give up. Give up マーカーで塗ってください。Give up。諦めるという決まった言い方。だから諦めないでと言ってます。Don't がついてますからね。だから諦めないでということですね。はい、A と B はなんと自分で考えてストーリーに合うように英文を作りなさいということでした。ですか。さあちょっと行きましょうか。おはよう、ね、今日数学のテストがあるね。で、何時間勉強したっていうことじゃないですか。 5 hours。 あ、面白いね。模範解答ちょっと写してもらっていいですか。2つ候補が書いてある、うん、なるほど、どっちもいけそうやね。はい、模範解答をちょっと2つ写してください。写してる人はちょっとマーカーで大事と思うところをマーカー塗ったりしましょうね。面白いねこれ。はい、解答を出しといてくださいね。解答出してと解いてきた人どのくらいですか。ここ英語はまだですか。はいはいはい。2つあるんですよ。どれくらいの間あなたは勉強しましたか、ね、昨日の夜あなたは勉強しましたか。 How long did you study last night?、ね、How long did you study last night? どれくらいの時間、どれくらいの期間あなたは勉強しましたか。で、5 hours お時間というのと、あと一つが面白いね。ね、How many hours did you sleep? 何時間寝たみたいな。どっちもあるよね。何時間勉強したっていうのと、何時間寝たっていうのどっちもあるよね。ですね。How long が期間を表す聞き方。How many hours は何時間という聞き方。どっちもあれだと思います。いいですか。はい、ということでした。じゃあ、B の方を見てください。 B の答えをチェックして一旦休憩しましょう。ですね、まだ30分あるね。はい、だからですね、模範解答を書いてもらっていいですか。 You can study math with me. あなたは私と一緒に数学を勉強できるよ、だから諦めないでっていう言い方と、 If you have questionsもし質問があるなら、I will teach you、 教えてあげるよ。うん、まあ本当英文が間違えてなければ多分大丈夫です。ですね。だから諦めないでっていうことでしょう。いいですか。答え書きましたか。じゃあ今度マーカーとか用意してもらっていいですか。ですね。はい、あなたは私と一緒に数学を勉強することができます。You can study math with me. You can study math with me.、ね、私と一緒に数学を勉強することができます。If you have questions, もし質問があるなら、I will teach you. 君に教えてあげるよということでした。ですね。はい。will はですね、まあもちろんまだ教えてないので未来のことだから will なんですけど、これは意思未来といって、何々するつもりとかね、そういう意味です。あなたに教えてあげるつもりだよというわけですね。さあラスト2番、1に入る英文として、さっきこれやったんやった、ごめんなさいね、昨日お腹が痛かったの、だからできなかったの、少しもできなかったということになってます。いいですね。ちょっと英語をあと1、2台して社会に移って、
国語古文が 1,2 台できたらいいかなと思ってますので、いいですか。はい、印をつけたとことかね、どんどんほんと先しよってもらっていいので、来週はいよいよ総仕上げの週に入りますからね、福岡県の入試がどんな問題出てきたかっていうのをやっていきたいと思います。いいですかね。はい、リスニングは日曜日、明日しましょう。明日テストの解説とリスニングしますんで、テストをとにかく忘れないように持ってきてくださいですね。どうじゃん、まだ有利きちゃった、昨日持ってといた、木曜日来てました、木曜日来ちゃった、あ、よかったよかった、じゃあここに日曜日来てくださいしか言うときに、雪なきちょった、木曜日来なかった、一昨日最近ちらっと見よったけどね、もしあれやったらね、明日来るように、ちょ来ちょった、あ、ほんと、じゃあ明日はちょっとできたらね、全員来てほしいと思ってますので、カゴ中の2人の後ろ来ちょった、顔中の2人来ちょった後ろ見られてね、 前2人いましたか、よっちゃん、あ、いました、じゃあ横は庄内中央、おらんかった、来なかった、何しょってやろうかな、庄内中だけか欠席は、そしたら多分分かりました。はい、じゃあ明日はそのテストの説明の後リスニングをしますから、ここからリスニングを仕上げていきましょうね。はい、じゃあ終わります、休憩しましょう、終わります、はい、で、どうした、まだ今度これさ